こんにちは。はい、はい、豊さん、はい、今日も3年生を振り返るの時間です。はい、声も良くなってきたね。だいぶね。ありがとうございます。はいはい、だいぶもうね万全です。そうだね。はい、はい、いろんな、いい試合がありました。今回ね、首位攻防とかね、2位3位とか、まあ、いろいろ見どころたくさんの3連戦でした。はい、ね、ではそれでは看板のちいちゃん、いきます。お願いします。はい、はいはい、リーグです。はい、はい、こうなりました。はい、はい、これはね全部2勝1敗になりましたが、巨人広島は広島が2勝1敗、阪神ヤクルトは阪神が2勝1敗、はい、DeNA と中日は DeNA の2勝1敗の勝ち越しというふうになりました。はい、はい、さあそれでは首位攻防ね、うん、巨人山崎より、グリフィン戸郷、はいね、で広島の方は森下床田アドアと、はい、ね、まあガチンコの投げ合いだなっていうような感じがするけども、うん、まあ、初戦ね、初回もういきなり、8対3で、広島が勝つんだけども、うん、まあ、初回末海が2点タイムリー、はい、まあレフト線、に2塁打打つんだけども、うん、まあ1塁ランナーの小園がもうチョークホームインするんだよね、うん、でモンテスの守備がどうのこうのって思ったけども、やっぱ小園のスタートがいいね、うん、で2回、はい、岡本がソロホームラン、ね、打って1点差に迫るも、はい、まあ、広島の攻撃4回、うん、ノーアウト満塁、あ、はい、これはやっぱり広島強いなって思ったんだけど、うん、秋山のまあ連続三振、うん、2アウト満塁になって小園なんだよね、うん、で小園がこれ倒れるか倒れないかによってものすごく大きな局面だったと思うんだけど、はい、今考えるとね、うん、小園が粘って押し出し取るんだわ、フォアボールね、あー、うん、だからノーアウト満塁が点入らないで、うん、ね、これ完全に流れがもう巨人いっちゃうなと思ったところを小園の押し出しで止めたという、うん、でその後続く末金が、うん、タイムリーツーベース、そうそう、一走してね、一走してね、はい、で坂倉がタイムリーという、うん、ダメを押していくというね、うん、これでもう7-1という状況ですね。まあそうだね、だからまあ、うんうん、まあ相手の森下っていうのを考えると、うん、まあこれだけ点差が離されちゃうとね、うん、ちょっと苦しいなという感じだったんだけど、はい、やっぱ小園がこの試合は救ったなっていうふうに思うよね、うん、まあ末金もよく打ったけども、うん、で投げては森下10勝ということで、はい、まあ2桁勝利、うん、まあ、巨人戦は12戦負けなしの8連勝ということでね、はい、まあ森下も決してねこの試合はあまり良くはなかったと思うんだけども、うん、まあ、5回99球8安打2三振、うん、2四球の3失点、うん、まあいろいろいい当たりが正面ついたりとか、まあ巨人に不運な部分もあったんだけども、はい、やっぱタイムリーがね広島はよく出たね、うん、で山崎よりが、うん、まあ、ゲームを作れなかったという、うん、まあ、4回99球、うん、9安打6三振2四球の7失点ということで、うん、まあちょっと広島戦に分が悪いね、うん、この前の松田でもちょっとやられるケースがあったりだとか、うんうん、まあちょっと広島は苦手にしてるかなっていうようなね、まあ、そんな感じがするし、うん、まあ、一方森下は、まあ、ジャイアンツ戦はなんかすごく得意にしてるなっていう、まあ、そうやった投げ合いが、まあ、しっかり出たようなゲームかだったかなっていうふうには思うね、うん、はい、はい、で2試合目、うん、これはすごい投手戦だったんだよね、うんうん、まあ、グリフィンも良かったしトコでも良かった、うん、で、まあ、7回均衡を破るのが坂倉が先制9号ソロホームラン、はい、まあ見事だったね、うん、でもねこの7回にグリフィンの投球見てると、うん、少し逆球が増えてきたんだよね7回ぐらいから、うん、ちょっとやっぱ疲れかなとか思うような、うん、ただ球はいってたんでまだ、あ、どうなんだろうと思ったらやっぱりそういったなんていうかな嫉妬をこう坂倉が逃さなかったねこれはね、うん、しかしその裏、はい、1点を取ってやっぱり1点を取ってくれたら今まで 0-0 で来てたものが、うん、1点を取ってくれたらやっぱトコダ、はい、もう心が動くんだろうね、うん、で7回もマウンドに上がったんだけど、うん、で、まあ、7回までだったと思うね、うん、まあ、先頭坂本にフォアボール、うん、
2アウトセカンドから浅野が同点タイムリー、はい、浅野やるな、最近もうね上がってきてからずっとね、あーこれフォークボールスプリットみたいなボールだったんだけども、うん、その前の打席にね浅野が、うん、もうパームボールとかそういう抜かれたボールに対してこう前に出されて凡打してた、はいはいはい、でファールボールもそうだし、うんうん、打ち取られたのももう前に出されたし、あこれいかんなと思って、で3打席目でしょこれタイムリーヒット打ったの、うん、阿部監督が代打出すかなと思って見てたの、うん、そしたら出さないんだ、あ何か期待してるなって浅野に、そしたら初球のパームボールをその前の打席っていうのを空振りしてたんだけどピタッと止まったんだよ、あこれなんかやりそうだなっていうのを感じて、うん、で次の球インサイドのまっすぐを平然と見逃したのね、うん、あれこれひょっとしたら遅いボール待ってんだと思って、うん、そしたらこうフォークボールをパーンとすくってあのセンターの左にね持ってったけど、まあ見事だったね、でも、うん、末恐ろしいと思ったよ浅野19歳ね、うん、でね、うん、で1対1の同点、はい、で8回秋山がフォアボール、うん、で新井監督が送らなかったね野間に、うん、でダイソーに、まあ、一塁ランナー秋山に変えて初球を出してるんだけど、はい、野間が三振ゲッツーを食らうんだよ、はい、初期が走って、うん、で岸田はねこの日2回こういうケースで刺してるんだよね、うんうん、小園と初期を、はい、あだからこの試合を流れを渡さなかったのはこの岸田っていうね、うん、キャッチャーのあーこの活躍も忘れちゃいけないなというね、はい、でその裏ノーアウト2、3塁から岡本が20号スリーランで勝負ありという、はい、ねえ、うん、だからやっぱなんで秋山がフォアボールに出て、うん、初期にダイソーを送って、うん、野間に送らせなかったかっていうことだよね、うん、まあ野間だったらチャンスを広げられる、うん、また初期の盗塁、うん、まあ、いろんなことが考えられたけども、うん、まあ、バントやるよりもそういうふうな、まあ、選択肢を選んだけどもね、うん、まあでもここは素直にバントでもよかったかなっていうふうには思ったけどね、ね、だけどやっぱこの岸田がね、まあ、しっかり刺したというところが、うん、まあ流れを渡さなかったというね、うん、まあその裏に岡本が20号スリーラン、はい、まあ、見事な勝ちでしたよ、はい、ただ床田グリフィン、うん、この投げ合いは素晴らしかった、うん、床田7回、うん、110球、うん、5安打6三振2四球1デッドボールの1失点、うん、でグリフィン7回99球6安打7三振無四球1デッドボールの1失点という、うん、もう本当に互角なんだよね、うん、あテンポもお互いいいし、うん、まあ、見事な投げ合いでした、はい、はい、ね、うん、で3試合目、はい、巨人6回、うん、浅野が先制タイムリー出ましたね、またこう均衡破ったんだよ、ね、うん、昨日は変化球今回はまっすぐということで、ね、これもね5回まで両チーム無得点でね、そうだね、うん、それでねボールを引きつけて右の方向に持っていった見事なね、まあ、タイムリーだったんだけども、はい、まあ、広島は9回3試合連続完封を狙う戸郷から、はい、ね、やっとチャンスが来て小園がセンター前タイムリー、うん、もうねやっと当てたっていうような感じだよねフォークボールを、うん、それをこうセンター前に持ってって、同点という、うん、で延長に入ってで延長10回、うん、矢野が決勝タイムリーというね、うん、ケラーから、うん、あの高めの球を負けないでカチーンと上から叩いてね、うん、まあタイムリーにしたけども、まあそうだな、戸郷はやっぱ良かったね、うん、序盤2塁も踏ませない、まあ、投球が、まあ、素晴らしかったというね、うん、であこれはもう3試合連続完封、うん、で9回に
変えてもいいんじゃないかっていうこともあるけども、うん、まあでも3試合連続完封ということもかかってたしね、これ俺かかってなかったらこれ巨人が俺勝ったんじゃないかと思うんだよ。なんかね、これはね、早めに変えてってこと、9回に大勢生かして、うん、大勢が今ものすごい絶好調だから、うん、だからちょっとね、そういう個人的な記録っていうのはやっぱプロとして大事なことなんだけど、うん、まあ戸郷も良かったからね、うん、序盤はもう二塁も踏ませないでね、うん、まあ、非常にピシャーと抑えていったから、まあ、しかし逆だったのはピンチばかりだったアドゥア、はい、でも要所要所をこう締めるんだよね、うんうん、まあ、だけど言えば巨人の総力とか巨人の走塁がどうだったんだろうっていうのが引っかかる。なるほど。残塁が12なんだよね。でちょっと多いんだけどもさ、うん、まあ例えば義頭に丸が引っかかったり引っかかってみて走塁死をしたりだとか、はい、まあ、せっかくこう浅野がタイムリー打ってんのに、まあ、タイムリーにはならないんだ、点が入らないからね、うんうん、まあ、ヒット打ってんのにそれが点に入ならないとか、まあいろいろやっぱこう負けるにあたって、まあ、問題点もたくさん出てきたね、この試合は。残塁、うん、まあ、も多かったし、まあ、残塁も多かったし、11安打1人で1点っていうのはちょっと寂しいですかね。う、うん、やっぱ走塁という面ではね、うん、まあそのトータル的に全体的に見てもこの3連戦見ても、うん、やっぱ走塁の差っていうのは相当出たなっていうような感じがするね、る広島とはね、うんうん、だからまあそこら辺はやっぱこう改善していかないと、うん、広島に追いついていかないということをすごく感じたな。なるほど、はい、はい、という3連戦でした、はい、広島の選手はねやっぱ若手も矢野もそうだし、まあ、末からもそう、うん、ね、もうなんかみんな成長してるしてきてるなっていうような感じがするね、本当ですね、はい、まずそういったことでね1位2位の首位攻防だっただけに、まあ、そうだ ねそれは感じたね。ちょっとゲーム差が空いちゃいましたかね。はいはいはい、続いて阪神対ヤクルト、うん、ね、阪神は才木、西、青柳、はい、でヤクルトは吉村、サイスニード、ヤフーレ、はい、1試合目8対3阪神、うん、まあ、才木が10勝そう、ねね、2桁そう、7回118球、うん、3安打7三振2四球の無失点という、はい、まあ、10勝3敗防御率が 1.58 という、うん、まあ、見事な成績なんだけども、はい、やっぱこの試合も連敗を止めたというね才木がね、うんうん、で初回ワンアウト満塁、はい、大山三振、うん、ね、これワンアウト満塁から大山三振してツーアウト満塁になるんだよ、はい、この回点が入らなかったらすごく嫌だなっていうふうに思ったんだけど、うん、ツーアウトから前側が押し出しのフォアボールを選ぶんだよね、うん、落ち着いてるねこのバッターは動じないねどんな場面でも、ね、前川選手も若いですけどね、まあ頼もしいわ。この1点入って、うん、まあ、木浪がこう状況を見ててね次のバッターで、はい、あこれ押し出し、あ、まあ、これ俺に満塁で回ってくるなと、うん、いうような心構えがあったらしいんだけども、はい、木浪が3点タイムリーという、うん、でそう思った理由は満塁で12打数6安打11打点という満塁男なんだよ。なるほど、うん、だから満塁で回ってきてくれっていう願いもあったんだろうね。なるほど。まあでもねこの前側の押し出しから、うん、木浪の3点タイムリー、うん、いやーこれはねやっぱ大きかったよ初回で、うん、これ大山が三振して前側が倒れて無得点だったらこの試合は分からなかったんだよね。確かにそうですね、うん、だけどやっぱこう前側が流れを作ってくれたね、うん、で木浪に渡して、うん、木浪が仕上げたという、はい、で8回には中野、サトテル大山がタイムリー、はい、まあ、この日は13安打8得点、うん、まあ、野手では前側以外は先発全員安打ね、うん、この皮肉なもんだよね。皮肉なもんですね前側が初回にあのフォアボールがなかったらこの試合どうかわからなかったのに、うん、前側だけがノーヒットという ね、 ね、でもあの貢献度とすれば本当にあの押し出しのフォアボールっていうのは、まあ、でかいフォアボールだったなっていうのは後で振り返ってみるとすごく大きなフォアボールだったね、うん、はい、はい、まあそういう1試合目でした、はい、で2試合目、うん、初回2アウト
二塁から正人、はい、トリがタイムリーツーベース、うん、大山ツーラン、うん、12号ホームランね、はい、で3点、まあ、いきなりね、はい、2回には二塁打に二塁に木浪を置き、うん、西がタイムリー、はい、ワンアウト1・3塁から中野がタイムリー、うん、森下タイムリーで6対0もういきなり、うん、あもう初回と2回で6対0、ね、3点ずつ、はいはい、で5回には近本タイムリー、6回は里輝が15ツーランホームラン、はい、ね、打つな打ち出したら、うん、で15安打10点という ね、先発の7人がマルチ安打、うん、前側ノーヒット、またうん、梅野が1安打、うん、他はマルチヒットというね、あ、うん、まあ素晴らしいよ ね、で西、はい、6回100球、うん、4安打4三振6回106球ね106球、はい、4安打4三振、うん、2四球2つのデッドボールの3失点、はい、やっぱね西は点取って取ってもらえなかったら点取ってもらえないような投球するよね。でも点取っててもらったらちょっと緩むねやっぱね、まあ、この日はね序盤全然緩まなかったんだけど、はい、やっぱこう投げてるうちに点もボコボコ入ってくるし、うん、ちょっと緩んだ ね、まあ、この日は4回までノーヒットでいってるんだけどさ、はい、やっぱもうあんまりにも点が入るからちょっと緩みました。緩みましたか。そうね、2四球と2デッドボールがあったりもするし。まあそうだね、うん、で2試合で18点取ってるんだ阪神はね、はい、で勝ちパターンの投手を使ったのは岩崎だけで、他投手陣を休ますことができたんだよね、うん、だからこれは、まあ、この時期大きいなと思ってね、うん、まあまあ、打線が頑張りましたから、はい、はい、で3試合目、はい、で青柳坂本のバッテリー、坂本も帰ってきましたね、ね、よかった、うん、で青柳が6回94球、7安打2三振2失点という、はい、まあ好投だと思うんだよね。そうですね。いやそれでまっすぐですごく押してたような状況もあったし、うん、だ状態的には非常にいいのかなっていうふうに思うよね、うんうん、で先制したのは2回、はい、ノーアウトランナー一塁から島田がタイムリー、ツーベース、うん、まあ三塁を欲張ってアウトになったんだけど、うん、まあそので、一時逆転される2対1に、5回にね、はい、ヤクルトが2対1でね、はい、で8回ツーアウトから大山が同点ソロホームラン、はいはい、これ8回、うん、2アウトランナーなしから大山が同点ホームラン、うん、これもう完全に大山狙ってたよね、うんうん、これ狙ってホームランを打てるような状態の良さを感じた。なるほど、うん、だけど9回桐敷が捕まって、うん、代打山田にツーベースを打たれ、うん、勝ち越されるんだよね、はい、まあその後3失点をするという、うん、でまあ桐敷がこう2試合休めたりだとか、うん、これ休ませない方が逆にいいのかね、ね、タイプが多分あると思うんですけど、休んで肩が軽かったんじゃないかなっていうような、そんな気がするんだよね。難しいですね。いやだから難しいと思うよ、うん、ただねこの試合で俺一番のミスは、うんうん、前側に変わって島田が今日スタートだったんだよね、レフトで、うんうん、はい、でノーアウトランナー一塁、大山を置いて、うん、タイムリーツーベース、まあ、三塁に走って手が離れるんだよ、はい、勢い余って、はいはい、それで村上に追っかけられてアウトにされるんだけど、うん、あれまっすぐね足でスライディングしててもセーフなわけ、うん、見てるとタイミング的には、うんうん、で回り込んだがために手が離れてアウトになったんだよ、うん、あれねセーフになったらノーアウトランナー一塁、まだ三塁なんだよ、うん、ノーアウトランナーサード、サード、うん、でねもう1点ここで取れてるんだよ、うん、でもしくは2点取れてるかもわかんない、うん、だから最初1点取ったでしょ島田のタイムリーで、うん、で自分も残っててサードに、でまた次木浪だから多分返してくれると思うよ。そうなってくると、まあ、1点が2点、2点が3点になったかもわからないケースなんだよね、うん、
ここで俺はスライディングミスだと思うんだよこれは、うんうん、だこれが俺はね今日の阪神の試合を重くしたような感じがする、うん、やっぱねこういうミスはね良くないんだよ。なるほど。勢いが止まっちゃうんだよ、うん、しかもサードですから ね、うん、ね、それと前側の代わりに出た島田、うん、タイムリーせっかく打ったのに、うん、あれはね俺はね勢いを止めたと思うよ逆に、うん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 、だから今後ねやっぱあの回り込まなきゃいけない時もあるけどもま、うん、っすぐスライディングしてセーフの時はやっぱまっすぐスライディングした方がいい、うん、その方が早いしね、うん、だからまあそこら辺をちょっともったいなかったなっていうのは感じました。はい、はい、はい、ということで2勝1敗ということでね、はい、はいはい、はい、で3つ目、うん、DeNA 対中日、はい、ね、DeNA 大貫、東、うん、ジャクソン、はい、中日は高橋宏と松木平松葉、はい、4対2 DeNA、うん、ね、初回梶原ヒット、もう桑原が珍しく送るんだよ、おね、初回に、はい、まあ、ほとんどしなかったんだけど、うん、で2アウト1、2塁からまあ、タイムリーが出るというね、はい、この日先発マスクの戸柱がタイムリーで2点先制という、うん、ね、ね、戸柱やるやないか、4打数3安打、いやそうだよ、もうびっくりでしょ、何びっくり、いや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 、もうやるときはやる子なのよ、やりますよ、そうそう、で2回、うん、まあ、石川、3回山本のタイムリーで、まあ、同点にされるんだけど、はい、3回裏ワンアウト満塁から京田がタイムリー、うん、まあ、7回にはまた戸柱がね、はい、2アウト1、2塁からタイムリーということで、うん、まあ、高橋を攻略、うん、でじゃあ高橋をどうやって攻略したかというと、うん、もうとにかくね積極打法なのよ、うんうん、もう追い込まれたらもう話にならんということで、うん、ファーストストライクをもうとにかく振ってった、うんうん、で初回の2点を取るケースなんかは、うん、秋がスライダーを初球、うん、ファーストストライク、うん、戸柱がまっすぐをセンター前、うん、これもファーストストライクっていうような感じなんだよね、うんうん、だから逆を言えば、はい、まあ、中日のバッテリーが入り方、その打者に対してのね、うん、まあ、ちょっと考えた方がいいなっていうのはすごく感じた、うん、で高橋宏斗ってやっぱりもう鼻から、ね、誰も四つに組んで打てるなんていうのはあんま思わないよ、うん、タイプ的なピッチャーとして、はい、そしたらやっぱね勝負仕掛けるとするとやっぱ初球から来るよ、うん、だからその入り方っていうのを少しちょっと勉強した方がいいのかなっていうのは感じたね、うん、もったいないよあれだけのピッチャーが、うんうん、でその高橋宏斗6回3分の2、うん、110球、うん、8安打5三振4四球の4失点という、うん、あまり良くなかったね、うん、でこの日は非常に DeNA の中継ぎ陣が頑張った、はい、でちょっと弱点というふうに言われてるね、そういう中継ぎ陣だけども、うん、まあ、大貫が4回3分の2、2失点、うん、で降板したんだよね、はい、その後中川、うん、山崎、うん、ウェンデルケン、うん、森原というふうにね、はい、まあ、繋いでいって、まあ、逃げ切ったという、うん、まあ頑張りましたよ、うん、ね、ね、うん、まあ高橋宏斗は入り球ね、戸柱4打数3安打2打点そう、ヒーローに、ね、ヒーローになってね、うん、まあヒーローに上がったらちょっとかっこつけすぎたな、なんでなんかすまわしちゃってさなんか似合わなかったんだよないいじゃないですか、まあ、今度あったら言ってやろうと思うけど一番かっこいい舞台ですから、いやまあまあそうだけどちょっとかっこつけすぎたなと、いいんですよ、ね、大好きですトモシがね、はい、ね、ね、はい、2試合目、はい、7対1、うん、で初回この日も梶原がヒット、はい、2番この日はね2番に海老名が入ってるんだけど、うん、やっぱバントで送るんだよ、ね、まあ、そしたら佐野がもういきなりツーランホームラン、うん、オースティン、牧野連打で、まあ、3点というねこの回、うん、で3回ノーアウト満塁から山本押し出し、はい、京田タイムリーで海老名もタイムリーでもう一気に6点、はい、でもう6対0になっちゃうんだよね、うん、で松木平、はい、ね、
4回87球10安打4三振2四球1デッドボールの6失点ということで、うん、全くゲームを作れなかったという。この日ね、まあ、そうだね、うん、まあいきなりの佐野のホームランがね、まあ、効いたとはいえ、うん、ちょっと本当はねこんなにフォアボールを出す、まあ、2つの4回で2つのフォアボール、うん、で1つのデッドボール、こんなね3つも出すような投手じゃないんだけどもね、うんうん、で東、はい、6回104球、うん、3安打7三振、うん、2四球、うん、これも珍しいね東がね、うん、2つのフォアボールで1失点というね、うん、で30試合連続のクオリティスタート、はい、昨年から続いてるということで、やっぱザ安定だ ね、 ね、うん、ただね俺思ったのは、うん、中日が松木ヒーラーを本当に育てたいとするんであれば、はい、やっぱ勝ちをつけてやりたいよね、うん、そしたらローテーション的に東と当たらないようなそういうローテーションは組めんかったんかなと思ってさ、うん、まあ、東に勝ったら自信にはなるだろうけど、うん、なかなか東に勝てないよ、うんね、うん、そこはあえてだったのか、まあ、まあ、ね、巡り合わせっていうのもあるけどね、っていうね、うん、だけどやっぱ勝たしてやりたいなと思うから、うん、ちょっとローテーションも考えてやるといいのかなっていうふうには思うけどもね、うん、ね、ちょっとベンチでもすごい落ち込んでたみたいでね、まあ、そうだね、ちょっと気持ち的に大丈夫かなっていうところありますけど、はい、でオースティン、はい、6回21号ソロホームラン、うん、村上に1本差、すごいね、あ、いつの間にか来てるよ、うん、だからホームラン王争いもちょっと目が離せなくなるとう、ね、そういうこの1本差で岡本選手、巨人の20、21、22本って言ってね、1本差で並んでるから、はいはい、まあ、誰が取るのか、 その下も牧選手4位だけど18本で2本差しかないし、うん、まあそうだな、結構ここは混戦ですね、あ、まあ、まとめて打てる人がね勝つと思うけども、うん、まあ面白いよ ね、 ね、この争いもね、はい、はい、で3試合目、うん、この試合はね、この試合はどうしました？9対8中日、はい、梶原自身初の先頭打者ホームランで幕開けなんだよ。もう梶原選手今絶好調ですね。絶好調だね、まあ、絶好調っていうかこのぐらいの力あるんだけどね、毎回名前がね活躍して出てますが、はい、で2回、はい、山本が4号スリーランホームランで、うん、まあ、点差を広げていくという、はい、でね、3回表中日がファーストゴロの間に1点を返す、うん、4対1、うん、しかし4回京田がスクイズ、うん、5対1、はい、で6回宮崎が2点タイムリーヒット、はいはい、で7対1、うん、ね、はい、よく聞いといてよ、聞いてます。7回中日の攻撃、田中タイムリーヒット、うん、福永がゲッツー崩れて1点、うん、はい、7対3 2点返してね、はい、うん、まあ、8回は4点取るんだよね、うん、でその裏、まあ、同点になる7対7に、うんうん、8回で いつの間にかねそう、その裏、うん、山本タイムで勝ち越し8対7、はい、DeNA が1点リード、うん、まあ、しかし9回ワンアウト満塁から村松タイムリー、うん、8対8で追いついて、うん、はい、ワンアウト満塁、うん、田中勝ち越しタイムリーで8対9、うん、まあ、9対8だね、うん、で中日が勝ったという、本当でね、言ってて、まあ中日の方は、うん、あの中日じゃない DeNA の方は、うん、綺麗なタイムリーだとかホームランだとか、うん、スクイズだとか、うん、そういうことが目立ったよね、うん、これはすごくいいと思うし、うん、まあ、三浦監督も最近戦い方を変えてきて、うん、まあ、送りバントだとかバントがもうダントツに少なかったんだけど、はい、送りバントをね駆使するようになって、うん、まあ、そこから打線がつながるようになったりだとか、はい、まあ、勝っててもスクイズをやって点差を開いたりだとか、うん、まあ、いろいろしてるんだけど、うん、ファーストゴロの間に1点とか、うん、ゲッツー崩れの間に1点とか、うん、こういう1点1点の何でもない1点1点が、うん、積み重ねっていって、うん、最後にひっくり返されてるんだよね。ねえ、だからね、守り方ってすごく大事なのよ。でね、このゲッツー崩れっていうのは満塁だってゲッツー取れたと思うんだよね、うんうん、
でもそれを取り切れなくて1点をやってるという、うん、で最後に1点差で泣いてるというね。で最後の田中でも、うん、あれねゲッツー体制にしとけば、うん、楽勝に取れたショーフライだったのよ、はい、それがタイムリーになってるわけね、うん、ただ状況的にそういう守りしかなかったのかって言われるとちょっとわからないけども、うん、だけどいろんな状況を考えるとやっぱそういうところの積み重ね、一点一点の積み重ねがやっぱちょっと辛い結果を生んでるなっていうような感じがするね。これ驚きましたもんね。7、8、9回で中日は8点、うん、まあ途中経過でちょっと入ってきた時があって、はい、ああ楽勝だなと思ったよ、うん、まあ、7対1、うん、ああまたもう中日、3連敗かと思ったけども、うん、やっぱりね打てるようになってきてるね中日も、うん、中日もやっぱりこうなんていうのかな、もう上位はね目指せないかもわからないけども、うん、届かないかもわからないけども、やっぱりこう村松とか福永とか、うん、まあ、山本もそうだし、まあ、田中美希が、まあ、こういったあたりが本当によく頑張り出してきてるし、ね、面白いチームになってきてるなと思う ね。この試合も15アンダーですからね、はい、言ってもそうだ ね。だからまあ DeNA はねこういう試合をやってると、うん、やっぱり A クラスっていうのはなかなかねちょっと遠いような気がするな。やっぱり守備がねちょっとテーマになってますね。あ、そうだね、うん、はい、というセリーグでした。はい、はい、パリーグは結構ね偏った結果になりました ね。うん、はいはい、ロッテと日本ハムはこれ注目の一戦でしたが、はい、いい試合だからね、はい、日本ハムが3連勝、はい、楽天とソフトバンクはもともと2試合の予定で、はい、楽天が2連勝、はい、はい、西武とオリックスは西武が3連勝でした。そうだね、はい、はい、まずはロッテ対日本ハム、うん、ね、小島、メルセデス、佐々木朗希、うん、で日本ハムは金村、山崎幸也、うん、加藤という、はいはい、まあ、1試合目5対3、日本ハム、うん、水谷の先頭打者ホームランで先制、はい、まあ、3回には水野がソロホームラン、うん、で、水谷松本連打でノーアウト1、2塁から郡司が送り清宮がタイムリースリーベースで4対0と、うん、でその裏ポランコ暴投なので、まあ、2点差にするんだよね、うん、まあ、しかし5回レースがタイムリーツーベース、あー、その裏外がタイムリー、うん、まあいろいろ打ち合いは打ち合いだったんだけども、うん、でエース、小島、はい、ね、ロッテの小島、うん、これやっちゃいけないことをやりました。何でしょう、何でしょうか、何ですか、松本剛がこの日、うん、この日3安打、うん、清宮が2安打1打点、うん、でオリックス戦で思い出してほしいのは、うん、3連敗したんだよ、うん、で3連敗の原因っていうのは松郷がノーヒット、清宮がノーヒットだったんだよね、はいはい、だから打線がつながらなかったのよ、うん、でこの日は清宮が2安打1打点タイムリーが出て、うん、で松郷がもういきなり3安打打って3の3、うん、まあこれね眠らせておかないとダメだったんだよね。起こしちゃった、起こしちゃったんだよ起こしてなおかつ勝ちゲームを作られたという、うん、これがやっぱねこの3連戦の苦しくなった原因の一つだよね。なるほど、やっぱエースっていうのは、うん、やっぱ初戦カードの頭に持ってくるよね大体が、うんうんうん、そこでどういうピッチングをするかによってやっぱその3連戦の戦い方って決まってくると思うんだよ、うん、これは完全に起きたなと思ったもん。でこの試合で抑え柳川5セーブ目、はい、まあ大事なゲームだけど1回を11球で片付けるというね、ね、まあ堂々たるもんだったよね、え、うん、もうこれしばらくは柳川投手が抑えてるような感じですかね、はい、うん、いやそれでまあその後松郷と清宮がどうなるかというね、はい、2試合目、うん、7対1、日本、はい、まあ、1点リードされた3回、うん、ね、1点リードされたっていうのは、まあ、日本ね、うん、で3回、バント処理、これはね水野のバントを、うん、なんて言うんだろう、中村が
あれ取らなかったらファールになってたと思うんだけど、取って一塁にボート投げてんだよね、うん、でランナーはノーアウトランナーセカンド、うん、伏見がいたんだよ、うん、で水野に送らしたんだけど、それがボートになって、うん、まあ、1点取るんだよね、うん、で続く水谷のバント、はい、メルセデスが焦って手につかず生かしちゃうんだよ。そうでしたね、うんうん、でボートとゲッツーの間に、まあ、逆転というね、うん、あもうなんか上げますよっていうような点だもんね、ロッテがね。ちょっとそれミスが続いちゃいましたね、うんうん、で4回には清宮を置いて、うん、ヒットの清宮を置いてレースが13号ツーランというね、うん、で5回には清宮タイムリー、はい、7回には水谷タイムリー、うん、8回には水野の内野ゴロの間に、うん、まあ、得点という、うん、うん、だからバント処理、3回に2つのミスがあったけども、うん、これがなかったら分からなかったけども、やっぱミスした方が負けるね、うん、まあ、しかもロッテが先制した直後の攻撃だったっていうのも そうなんだよね、うん、でこの日も清宮に打たれてるというね、うん、あまあその松郷打点にはならなかったけども、うん、ゲッツーの間に1点も取ってるしね、うん、松郷が、うん、で山崎、はい、8回、うん、99球、うん、8安打、うん、1三振1四球の1失点という、はい、まあ、見事な、まあ、投げ合いだったという、うん、まあ、投げっぷりというかね、うん、そんな感じがしました、はいはい、で3試合目、はい、でね日本ハムの方は連勝してるけども、うん、なんていうの、この2勝1敗だと1ゲームしか広がらないんだよね、うん、3連勝して初めて3つ開くんだけどもさ、はい、それに立ちはだかったのが佐々木、はい、そうだね、それを食い止めようとしたのが加藤、はい、4対3で日本ハムが勝つ、うん、でいきなりポランコのツーランホームランで、まあ、試合が始まるんだよ、はい、でマウンド上は佐々木朗希、うん、初回もういきなり水谷のところで161キロ、うん、すごいね、あまあそれがこの日のマックスだったんだけども、うん、まあ、三振を取る、はい、で続く松郷、浅間が初球初球を打ってまっすぐを、うん、あもう3人で簡単に片付けたんだよね、うん、あこれは佐々木朗希ちょっと気合入ってんなと思って、はい、この前足にね打球が当たって、うん、もうすぐ降板したから、はい、今日はちょっと気合入ってるなと思ったら、その打球もね問題はなさそうな感じでしたかね。ああもう全然ない ね、うん、で2回絶好調清宮が、うん、ね、本当ね、佐々木朗希の158キロぐらいかな、うん、だったと思うけど、うん、それをセンター右に持ってって、うん、ツーベースヒット、うん、でレースがまたまっすぐをライト前タイムリー、うん、で1点を返すんだよ、はい、うん、まあこの2人のねつながりっていうのは見事だったね、うん、でやっぱあれだけ速い球を 2人とも的確に捉えたね、うん、あだからあれ初回の立ち上がりの佐々木朗希のまっすぐのあれ力って何だったのかなって思うぐらいのバッティングをしてくれたよ、うん、で3回、はい、で清宮がまあ2回にはねまっすぐ打ってるから、うん、この回ぐらいからやっぱ変化球が増えてきてるんだよね、うん、どうするかなと思ったらフォークボールをライトにタイムリー、うん、ね、で清宮のタイムリーでチャンスが広がり、うん、レースが犠牲フライで、2点を取って逆転ということでね、うん、しかし4回ロッテの攻撃、はい、うん、荻野が押し出しのフォアボール、うん、加藤からねえ珍しいよ本当ね、だって1試合にフォアボール1個出すか出さないかのピッチャーだよ、本当そうですよね、あ、うん、それを押し出しを見れるってこれ加藤に聞いたら多分初めてだと思いますとか言ってたけど、押し出しがね、まあ、フォアボールはもちろんあるけどもね、うん、だけど同点なのに、うん、で5回浅間がセーフティーバント、はい、ね、うん、先頭で出塁、うん、でこれ浅間が走るかなとか思ったんだよね、うん、その前に
水谷が走ってるんだよね、うん、で成功してるの。これなぜかというと佐々木朗希があんまり牽制が得意じゃないんだよね、うん、あんまり投げれないんだよ牽制が、うん、だから浅間も走るかなと思ってたの、うん、ね、そしたら清宮が初球、はい、外のまっすぐ、うん、これ狙い撃ちしてたね、うん、やっぱり相手のバッター引っ張らしたくない、うん、走ってくるかもわからない、うん、そういうことで外のまっすぐを選んだと思うんだけど、うん、いやあの高めの速いボールを上からかぶせて初球で決めたね、うん、レフトの横抜けていったけども、うん、まあ浅間が一塁からねチョークホームインした、うん、このツーベースのタイムリーは決勝点になるんだけど、うん、見事だったね、うんうん、ねえ豊さんこれ現場で見てますもんね。あもうね絶賛したよいや本当に、うん、いやだからやっぱこう読みもそうだしやっぱ的確だったよね、うんうんうん、で9回、はい、まあ、柳川がセーブを挙げるというね、うん、でちょっと苦しかったんだけど、はい、まあ、最後高見に盗塁されて、うん、まあ、ツーアウトランナーセカンド、うん、バッター外という場面で、ね、それまでにねキャッチャーが若い、キャッチャーだったんだよね、日本ハムは。日本ハムね、今日のキャッチャーはい、梅林ね、うん、で ね, ね、やっぱね、うん、新庄監督はやっぱすごいなと思ったのは9回にそのまま梅林生かすのかなと思ったら、うん、伏見に変えてるんだよね。そう、バッテリーごとね。そうそう、そしたらね、最後外の三振、まあ柳川もよく投げたけどもう絶対ホームランがないね、ね、ヒットもないようなところにここに絶対来いみたいな構えで、うん、そこに投げ切って勝っていくんだけど、ね、やっぱね伏見はいいキャッチャーだな。なんか抑えのキャッチャーっていうことも言えるしね、はい、先発で出ても全然大丈夫だし、うん、いや見事なキャッチャーぶりだったね、うんうん、まあ、柳川もねちょっとフラフラしながら柄だったと思うけども、うん、でも最後伏見が ね, ね、ああいうふうなリードをしてくれてやっぱ助かったと思うよ。もうすごくプレッシャーのかかるね、1点差の9回なんてね。まあそうだね、ピッチャーとしてのプレッシャー、はい、すごいでしょうけど、ね、はい、で佐々木朗希、うん、6回92球、はい、6安打8三振、うん、5四球4失点というね、うん、加藤は6回3失点、まあ、珍しく2四球ということで ね, そうですね、うん、だけど佐々木をね見た時に、うん、やっぱりねこうシーズンを積み重ねてきてないピッチャーだなっていうのが分かった。というのはやっぱね、うん、こう安定性に欠ける、うん、いい回はあるんだけど、うん、やっぱそれが持続しない、うん、やっぱね人間ってよくできたもんで、うん、継続は力なりってシーズン、まあ、キャンプの時から投げ込んでオープン戦を過ごして、うん、で開幕を迎え、やっぱしっかりした開幕からやっぱローテーションを守って、うん、やっぱ蓄積をしていって初めてその年の力にどん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 なっていくね、うん、だけどやっぱいくら力あっても、うん、ポッと出てきてそんなね都合よくはやっぱ勝てないんだなっていうのはすごく分かった。それは生で見ていて、例えば初回は素晴らしいなって、うん、なったけれどもっていうことですよね。いや気合は入ってるけども、うん、これがどうなのかなと思ったら、うん、やっぱねみんなね苦労しながらシーズンをこうね睡も会員も来てる睡も甘いも睡も甘いもね、はい、来てる人たちっていうのは、うん、やっぱねそう簡単には抑えられないわ、うん、やっぱりねよくできてるなと思ったねえ、うん、まあ、でもこういった今回みたいな経験がまた佐々木投手にとっては大事なんでしょうね。まあそれはね自分が大きくなるために大切にしてほしいなっていうふうには思うね。ちょっとね、はいはい、はい、ということです。はい、続いて楽天対ソフトバンク、楽天早川内、うん、でソフトバンクはモイネロ大関、はい、ね、1試合目3対0、ね、楽天が完封リレー、うん、まあ、早川が自身最多タイの9勝目、はい、まあ、今年はやっぱこう10勝するだろうなと思うね、うん、まあ、安定感もある、うん、でこの試合ねソフトバンクが初回走塁ミスを起こすんだよね、はい、
で今宮がまあヒットで出てって一塁、ツーアウトから山川がレフト線ツーベース打つんだよ、だけど何を思ったか、サードコーチは回し合うんだよね、今宮、あこれアウトになるぞって思ったら、案の定アウトになる、でも次のバッターを考えると、日本で最も怖い近藤が待ち構えてるんだよ、でもその前にアウトになった、これはまあ早川もいいピッチングはしたけども、助かったと思うよ初回、ねえランナー置いて近藤選手は怖いですよね、いやまあ早川本人もあの時に回してくれて、ホームで刺してくれて、それで乗っていけるような気がしたと、まあピンチもあったけど、まあ好投につながったのはまあそういうこともあるということを言ってたけどもね、でその早川は6回82球、7安打6三振、無四球無失点というね、まあ9勝4敗、防御率が 2.24、ね、でこの試合、点を取ってくれたのが、まあ、浅村がねここのところ状態がもうすごく悪いんだよね、で、まあ、フランコを起用したんだけども、このフランコが2回7号ツーランで、起用に応えてくれるという、まあ4回には中島がタイムリーツーベースというね、まあ都合3点を取って、まあソフトバンクを振り切ったというね、まあモイネロが負けたという、モイネロも2桁かかってたんだけどもね、最初ね4敗になってしまいましたね、まあちょっとお預けだよね、で2試合目、この日ソフトバンク7番に入った石塚、まあ今年あの支配下選手を勝ち取って、まあこの日が初先発なんだよね、で23歳、まあ秋田出身、2019年育成ドラフト1位、クロサージリ工業高校、で、2回、プロ初安打、嬉しそうだったねやっぱ嬉しいわな、まあ苦労してね支配下になって、でなんと5回には2打席目プロ初ホームランで先制って、ほんでそのまま1対0で9回まで行くんだよ、いやこれ大ヒーローが生まれるかみたいな、しかし9回裏小深田ヒット、村林が送って辰巳がスリーベースヒットタイムリーで同点、で阿部がプロ初のサヨナラヒットで逆転サヨナラ、まあねえ、もったいなかったね、ほんとね、でも石塚もね、見てるとパンチ力もあるし、だからすごくなんかソフトバンクってやっぱ使うとすぐ答え出すな、やっぱ育成がしっかりまたし始めたんだろうなと思って、まあ、この人も戦力になってくる ね、昨年はファームの非公式戦ですけどホームランを量産してるという、いやそうなんだよね、でこの日投げた大関、6回102球3安打3三振、無四球無失点というね、でうちも頑張った、6回3分の1、79球、4安打3三振2四球1失点、まあ、このホームランだけをね、献上したということだったんだけど、まあ、ソフトバンクは 10カードぶりの負け越し、連敗も珍しいという ね、まあ、しかしマジックは23、で、変わらず点灯ということで、まあ楽天がね、これで、ロッテまで3ゲームになったというね、だからちょっとまあ日本ハムまではちょっと遠いかもわからんけど、ロッテの尻尾は少し見えてきたかなという感じがするよね、まあ、3ゲーム3ゲームなんでね、2位、3位、4位は、まあロッテも頑張らないとね、はい、ということで、西武対オリックス、西武高橋光成、隅田、渡辺、オリックスは田島、曽谷、高島、1試合目1対0、この日は群馬の前橋で試合がありました ね、凱旋登板高橋光成、5回76球7安打3三振、無四球無失点、まあ勝ち負けつかないんだけどもね、つかなかったね、0勝9敗も光が見えたと、これ何の光かというと、やっぱこうゲームをしっかり作れるようになったね、ちょっと打たれすぎという傾向はあるにしても、まあ5回7安打だから、
だけどやっぱフォアボールが絡まなかったっていうのは良かったことだし、うん、まあなんとなく雰囲気は出てきてるかなという感じがするよね、うん、今までは雰囲気すらなかったからね、うん、あこれは負けちゃうだろうなって思うまま負けちゃってたけど、うん、あ今日はなんとかなるんじゃないかなというね、まあ地元の力も借りて、うん、ね、勝ち下がったところだろうけども、はい、ね、0勝9敗、うん、まあやっぱある程度勝って今シーズン終わらないと ね、 ねで田島めちゃくちゃ良かったと思うんだよね、うん、はいはい、6回3分の1、うん、93球3安打、うん、6三振1四球の1失点、うん、でこれエラーが絡んで、うん、まあ失点につながっていくんだけども、はい、まあ西武は4安打で1点、うん、まあ7回のエラーがあってチャンスが広がりね、うん、まあ佐藤龍生、うん、のタイムリー、うん、まあオリックスは10安打で 無得点という、ね、あのねオリックスはすごくソフトバンソフトホームじゃない日本ハム戦で3連勝した時にものすごいいい点の取り方だとかしたんだけどね、うん、なんか続かないね、まあ、それだけあの、まあ、西武の投手陣もいいっていうことなんだろうけども、うん、10安打で無得点っていうのはね4安打で 1得点で勝利っていう西武もね、うん、まあなちょっとエラーも絡んだけどね、うん、エラーがもらえたけどもね、うんうん、で2試合目、はい、また1対0なんだ、うん、で西武、外にもいいピッチャーだけどな7回112球、うん、7安打10三振、うん、2四球の1失点、はい、で隅田6回98球6安打3三振1四球の、無失点という、うん、これどちらが良かったかっていうと俺ソタニの方が良かったんじゃないかなと思うぐらい、まあ、いいピッチングをしてたというふうには思うけどもね、スリーの投手もね決して悪くはないんですけど、いや悪くはないんだけど、うん、なんかちょっとアップアップすると場面もあったしね、うん、だからどっちがなんだって言ったらなんかソタニの方が上じゃないかなって思ったんだけどね、まあ、三振がね7回で10個あったりとかね、まあ、そうなんだよ、うんうん、で6回岸のタイムリー、はい、この1点なんだけども、うん、まあこれを演出したのが9番に入った西川、はい、がまあ3安打というふうに、うん、まあ、上位打線につなげたというね、うん、まあ2ゲーム続けて1対0のゲームすごいね、オリックスはいい形で、乗り込んできてたのにな、うんうん、まあ西武は久々の連勝ということね、なんか思うようにオリックスは点が取れない感じですね、はい、はい、で3試合目、うん、2対1これも接戦1点差、はい、はい、まあ、西武というね結局延長12回までいきますね、そうなんです、うん、西武は5回、ガルシア先制ホームラン、はいはい、ああね、うん、もう怪人です、怪人も、まあ、パワーヒッターというかまあまあ、ね、来日初ホームランかな1年目ね、あ、まあ、支配下になってね、うん、一応まあよかったね、本当、はい、ね、でオリックスは7回渡辺晴人、うん、まあ満塁からタイムリーヒット、はい、でまあ同点というね、うん、また渡辺が勝てなかったというんだけども、うん、渡辺いいピッチングするんだけど勝ちに恵まれないんだよね、渡辺、まあ高島も非常にルーキーながらいいピッチングしてるしね、うん、うん、で延長12回、はい、西武2アウト2、3塁から源田がサヨナラヒット、はい、まあ、源田はプロ初のサヨナラ安打という ね、でこれ2、3塁になった時点でオリックスは源田を歩かして、うん、次の西川との勝負っていうのを選ばなかったのかなと思ってさ、どうなんでしょうね、まあ、源田がサヨナラヒットがないっていうのも知ってたのかもわからないし、うん、まあ、それはもうわからないけども、わからないですね、なんか一塁が空いた時点でもなんていうのかな、源田と勝負しない方が、うん、なんか西川はその日はね、昨日は3安打というふうに打ってるんだけど、うん、まあこの日は2番に上がってノーヒットだったからね、うん、まあどうだったのかなっていうね、悩ましいとこですね、はいはい、ただ西武の方は今季初の同一カード3連勝ということで ねすごい、はい、1点差のゲーム3試合とも、やっぱね勝つってチームの雰囲気はものすごく良くなるね、うん、まあ、西武が久しぶりに明るい西武見たもん、ね、それとなんかこう点が入った時の盛り上がりだとか、うん、まあ、そういった勢いとか
そういうものを感じられたこの3連戦だったけどもさ、うん、まだまだシーズンね戦わなきゃいけないわけだから、うん、まあこういう雰囲気が長く続くようにね、まあちょっと頑張ってほしいし、うん、まあオリックスの方はちょっと波が大きすぎるな、ね、今シーズンは、うん、ああ良くなってきたと思ったらもう全然ダメだし、うん、だからまあちょっともうちょっと、昨年のチャンピオンパリーグでのチャンピオンチームだから、まあ、頑張ってほしいね。ね、はい、まあ、そういえばね、次カード変わってもベルーナでするのでね、そうだよね、またそれはいいところですかね。まあいい ね、場所変わらないっていうのね、ホームでね、まあ、環境が変わらないっていうのはいいことだよ ね、はい、次のカードを発表しておきます。明日から、はい、広島阪神、うん、広島まあいい勝ち方できたからね、うん、松田でね、しかも今日ね、うん、で松田に戻っての阪神戦、ね、うん、まあ、阪神もいい勝ち方2試合したけども、まあ、今日の勝ち方が今日の負け方がねちょっと渋かったな、うん、で巨人中日、うん、ね、ヤクルト DeNA、うん、ね、はい、はい、でパ・リーグの方は日本ハムソフトバンク、はい、あ、日本ハムとソフトバンクね、ソフトバンクはちょっと楽天に連敗してるだけに、そうそう、ちょっと打てなくなってきてるんだよね。だからそういう面ではその日本ハムチャンスだし、うん、まあ、あのマジックは23ソフトバンクはね、うん、まあ、点灯してるから、まあ、それを励みに頑張ってくるとは思うけども、うん、はい、で西武と楽天、はい、で楽天も上り調子だけども西武も状態が良くなってきてるから、うん、まあ、いい面白い戦いができるかなというね、うん、でオリックスロッテ、もうロッテはもう負けられないよ本当 ね、 あ、ね、オリックスもねちょっと高校ではしっかり頑張りたいところでしょうね。まあそりゃそうだね、うん、でやっぱりロッテも少し下を気にするように多分なると思うから、うん、楽天が状態を上げてきてるからね、うんうん、だからまあロッテも頑張らないとね、うん、まあそういう3連戦でした。はい、はい、ということで週末はなんか台風の影響が出そうな感じもするけども、ね、週末なのかまた来週なのかね、台風が来てるから、まあそうだね、まあ、雨などの影響ありそうですよね、まあ、あ、そうか、週末を超えるか、週末は超えるかも、来週か、うん、ただ、うん、天気は不安定みたいですね、まあ、そうだね、うん、まあ西日本はねまだまだ暑さがね続いてるみたいだしね、いやもうこっちの東京の方はもうあの、まあ、湿気だな、ゲリラ雷雨のような、うん、昨日なんかもすごかったですね、まあ、すごかったな、もうあれが怖いですけど、まあそうだな、ね、まあ、湿気も伴ってね、うん、ちょっと重い雰囲気空気になってるけども、まあナイターは少し楽になってきましたね、うん、それとなんか病院の先生によると、うん、気圧の関係で体調壊したりとかするとか言ってたからね、なんか世界的にとも言ってたね、まあそうだね、爆弾低気圧でみんな体調がおかしくなるって ね、 そ、 うね、うん、そこら辺ちょっとね注意してもしきれないですが、でもまあ体調管理はね、うん、まあ、しっかりやって、本当ね、うん、頑張ってください、もう声が変にならないようにしないと、はい、豊さんもね、そうだね、はい、はい、ありがとうございました、はい。